ヒーハー。はい、バディファイト無敵竜を開封していきたいと思いますね。1,2,3,4,5 パックですね。はい、それでは1パック目開封していきます。1パック目。はい、サードリーフ。はい、このカードの攻撃で相手のモンスターを破壊したとき相手にダメージにですね、ゲージ1のドライブ1を払う。霊撃持ちの武器。はい、白化、死骸装置。相手にダメージを与えた時、これそのカードをドロップゾーンに置いてもらう。置いたカードを1枚引く。自分のドクロム社が相手にダメージを与えた時ですね。はい、2パック目ですね。あれ ?3 パック目。あ、ディミオスソウですね。はい、まだ2パック目でした。はい、ディミオスはそんなに違和感ないですね。はい、リバードラゴンアムリア。スカルブ。4パック目ですね。はい、竜騎神速。激凛。おお、デスゲージタイマー来た。君のデッキの上から5枚このカードのソウルフル。アタックフェーズ開始時、このカードのソウル1枚を君のゲージに置く。ターン終了時、このカードがソウルないが、ソウルがないないな、ないなら、このカードをドロップゾーンに置き、君と相手のゲージ全てをドロップゾーンに置く。これなんか死のデッキ破壊ウイルスっぽくてかっこいいっすよね。すごい、遊戯王のカードにすごい似てる絵柄と、なんか能力的なものも似てますね、ちょっと。この蝶ガチはもあんまり持ってなくて1枚しか持ってなかったんで、すごい嬉しいです。はい、ラストパック。ヘビニラミ。はい、アークエネミーでした。まあでも今回これが当たったんで、まあいいです。はい。欲しかったんで、ちょっと。はい。次はディエルマスターズ・ウォーギンガーを5パック開封していくんで、よろしくお願いします。ておい